good condition, very good condition. Actually, before my last fight, I fought in a no rules fight, and only 6 days before. Then last week I fought, this week I fight again. Good condition at the moment. Good. I'm after experience in the ring, so I can become the best at rings. Very, very strong and very quick. Tamaro is very quick. He has a lot of support from the Japanese crowd, but I'm training and I am strong at the moment and also quick. So I am hoping to get Tamura into a submission hole quickly. いや、コンディション的にはちょうど、1週間も経ってないですから、前回、はい、だその前の、コンディションを維持しながら練習してきたんで大丈夫と思うんですけど、あと精神的な面ですかね、前の大会の前日に聞いたんで、はい、だからその辺ですかね、精神的なものが問題だと思うんです。1月から大一番が続いて、かつオランダに行かれて、失敗して、高橋さんとの試合の大一番みたいな話が続いてきたじゃないですか、はい、それでそれで疲労とかその辺はもう、まあ、疲れたらどこ全然ないですよ、はい、で、久々の後楽園ホールだと思うんですよ、田村選手にとっても、はい、どうですか、独特のまた雰囲気の後楽園ホールなんですけど、はい、それで、特別ありますか。そうですね、後楽園ホールはやっぱり全てのこう客席から細かいところが見られますからね。僕はどっちかっていうと好きな会場なんですけど、はい、も別にそう行きたいですけども、今いらっしゃるし、はい、とは問題なくこう、で、このゲームを楽しんでいただければ、はい、問題ないと思うんですけど、はい、はい、第3試合を行います。アベコネよりクリストファー・ヘイズアン選手の入場です。
6分経過です。
果です。結構面食らうんですよ。いろいろ間合いの取り方も難しいですし、なんか膝、あ、すいません。飛びついて足取りきたりとか。ちょっとダメでしたね。上に乗ってのコントロールは大体良かったと思うんですけど、自分からの攻撃で相手を倒して上に乗るのがちょっと難しい。噛み合わないあると思うんですけど、ちょっと下で分ちょっと様子を見たって感じだった。あ、様子は見てました。もう関節っていうか、ある程度決まんなければ僕は下で休めるんで、結構外人で力で押していきますから、ある程度型に入んなければ僕は脱力して向こうのスタミナ奪えばいいと思うんで。連戦の疲れみたいなのはやっぱりありますか？連戦疲れはないんですけど、その練習の組み立て方が難しかったんで、でも今日はちょっとダメですね。お客さんとか、ただもう取る一本取るだけだったんで、もうちょっと動きたかったんですけど、僕もあんまり納得してないし、お客さんも納得してないんじゃないかなと思うんで、もうちょっと蹴って当てて下がって当てて下がってとかで、グラウンド来ても前は返せたらなと思ったんですけど、それが反省点。かなり久しぶりの後楽園だと思うんですけど、はい、独特の雰囲気はいかがですか？感じられましたか？あ、感じますね。もうシビアですからね。ダメなものはダメですから、ね、でお客さんの声援ももうすぐ直に聞こえますから。